奥飛騨温泉郷平湯のめっちゃ岐阜ハンター2つ目のハッシュタグは、うん、真っ黒クロスケがいそうです、うん、ハンター古き良き建物って感じ。温泉もサウナも気持ちよかったので次のスポットはどんなところなのか楽しみです。バギーの旅っていうのがいいですね。趣のある温泉街を抜けて到着したのは平湯ではおなじみの観光スポット平湯民族館。高山市の指定文化財築300年ほどの旧豊坂家や富山県から移築された合掌造りの旧高桑家が立ち並び昔の人々の暮らしを知ることができる休憩所として利用されています。みんな使えるんですね、そうなんですよ。気軽に立ち寄れる場所いいですね。すごい息が白かった。合掌造りのこんな感じになってるんですね。寒かったんですこの日初めて中に入りました。奥に、うん、なんかあります。下にこれ何ですか。これ熊とカモシカの敷物です。敷物熊とカモシカ、はい、本物見られないよ、ね、とかですか。本物ですね。本物なんですかこれ。本物ですよこれ実は。おおこの質感が、ね、初めて触りました。スタイルだし爪もこれ、そのまま残ってるのかな。そこまで残ってるんだ。リアルですよね、これ。わぁ。昔ながらですか、急な階段。昔の道具。そのまま。いろんな当時使ってたのが残ってるってことですか。すごい。なかなか。こういう作りとかも、当時の。そのままなんですか、屋根の。この辺も。そうです。今はこう補強のボルトとか見えてますけど、きっと当時は木とこの縄だけで屋根を支えて作ってたんですね。なかなか内側が見えるっていう機会ないですよね。見てください。この景色。SNS で見た写真の景色ですね。ここ。ここにあったんですよ。これだ。確かにちょっと真っ黒クロスケが出てきそうっていうハッシュタグわかる気がします。出ておいで。光の入り方が幻想的ですよね。映える、うん、おしゃれにも見えちゃう。真っ黒クロスケはいませんでしたが、こんなところにサルボボがいました。真っ黒サルボボ。平湯民族館のお楽しみはこれだけではありません。敷地内にあるお食事処六時さんでは、ここ奥飛騨でしか味わえない特別なメニューをいただくことができるんです。なんだろう。失礼します。ありがとうございます。飛騨サーモンいくら丼になります。飛騨サーモン美味しそう。魚もいくらもたっぷり乗ってますね。飛騨サーモン美味しそうですね。海なし県ですよ、はい、こちらは新穂高の方で養殖された飛騨産のサーモンになります。飛騨産のサーモン、はい、岐阜県ってこう海に面してない県なのに、はい、飛騨産が作れるんですか。こちらサーモンなんですけど、実はあの鮭ではなくて大マスっていう川魚の種類になります。飛騨の清涼な水で養殖されているので、すごく臭みもなくて濃厚な味わいが特徴です。光ってる、キラキラしてる、美味しそう。いただきます。柔らかくて濃厚なサーモンとこのイクラのプチプチっとした食感がたまらないです。イクラのサーモン、まさか岐阜県産のこんな美味しいお刺身が食べられると思ってなかったです。絶品です。これは知らなかった。では東さん、平湯民族館さんにめっちゃわかるハッシュタグお願いします。まあ、歴史的ある、歴史のある建物で勉強をして、その後ね、ちょっとお腹ついてきますから、うん、ぴったりですよね、この。そうです。戻ってきた。戻ってきた。お帰り。ちょっと寒かったので、厚着して帰ってきました。本当だ。服装も変わってますね。いやー、めっちゃ楽しかったです。今日一日この奥飛騨バギーと共に奥飛騨温泉郷平湯を回ったんですけど、もう奥飛騨のこの澄んだ空気を全身でふわーって感じながら
知ってます。最高でした。オリジナル商品もプレゼントあるんですね。ぜひ皆さんもこの奥飛騨バギーで奥飛騨温泉の機会を回ってみてください。最高でした。では東さん、ハッシュタグお願いします。はい、ハッシュタグこちらです。じゃん、五感にしみる奥飛騨。五感でしょ、うん、食べて、そして見て、はい、触って、あと香りも多分行ったゆめみちゃんでしかわからない香りがあったんじゃない、はい、そうです。もう合掌造りの中からもこれ歴史を感じるようないい香りがしたりとか、ね、いろりの香りとかね、はい、うん、あと音はあのバギーの旅だからバギーのエンジン音とかも、はい、ね、旅のお供ですよね。本当にたくさんの魅力が詰まってました。そして VTR では紹介できなかったのですが、奥飛騨温泉郷平湯には平湯桜という桜のフォトスポットもあるんです、うん、まだまだこちらですね、今朝の様子です。まだまだたくさん魅力がありまして、この平湯桜の見どころはゴールデンウィークいっぱいまでということなので、うん、ぜひ皆さんこのゴールデンウィークは奥飛騨温泉郷平湯を奥飛騨バギーで巡ってみてはいかがでしょうか。絶好のタイミングですよね、ゴールデンウィークに、そうです、今がまさに見どころなので、はい、県内でもまだ桜が楽しめるんですね。そうなんです。来週は関市をハンターします。お楽しみに。ここまでめっちゃ岐阜ハンターのコーナーでした。チャンネル登録お願いします。